Guys, Honka Impact Part 2 is officially live. The biggest and a major update in Honka history. With new characters, next-gen graphics, new story and lots more. So I've played the intro for you. Don't forget to like, share and subscribe. Enjoy the gameplay. お客様、すみません。もう閉店のお時間です。え？もうそんな時間？ごめんね。大丈夫ですよ。今のは幻覚？一昨日は課題を終わらせるために行って。はい。今日はもう疲れたし、家に帰って寝よ。星空って不思議な存在だと思わない？命と同じように美しく、死と同じように果てがない。下で世界はとっくに死んでいて、文明も放映だったら、それでもあなたは自分だけの未来を探す。そうでしょ？これはただの夢。これは一体。夢の最深部で私たちは文明を救う契約を交わす。来て、私はこの先にいる。
夢で出会った人。私たちの時間は違うけれど、何があっても私はあなたを待っている。私を待ってる？あなたは一体誰？私は何を体験してるの？あ、もし、あらゆる真相を儀式と契約を通して伝える必要がある、それなら、私と一曲踊ってくれる？リズムを合わせてね。私は消え去った文明の代わりに、ここであなたと契約を結ぶ。落星の未来はあなたとつながり、そして時空を超え、無限の可能性を作り出す。ええ。これで、ほとんどの仕事は終わったよ。それで、契約って言って。もちろん。世界を救うこと。互いの固有時を超え、あなたの夢は私の夢に入り込んだ。今までここにたどり着いた人はいなかった。私のすべてをあなたに渡す。夢、未来、この契約の果てにあなたは世界を、そして人々の魂を救う。でも、まだあなたの名前すら知らない。セナディア。
私の名前はセナディア。そして私の権能、私の運命は世界の果てで唯一の光、それがあなた。私たちの約束の証。世界がアストラルリングと呼ばれている、それは、うん、あなたと契約した兵装として、私は星の彼方で。何らかのいいことが今。あ、起きたみたい。心配はいらないみたいだね。足手まといが一人減るのはいいことだ。セナディア？あれ？私たち、わからない。でも、私たちは。おぉ。何そのナンパのやり方。古すぎ。ああ、ごめんごめん。からかってるつもりはないの。あなた、セナディアじゃないの？確かに私はセナディアだよ。セナって呼んで。でも、本当にあなたのことを知らないの。どうして私たち向き合って同じところに閉じ込められて。あ、それだけじゃ理解できないよね。ほら、ここだよ。彼女たちが間違えて私たちの封印を解いたか。確かにいろんなことがあったね。コラリー、そう警戒しなくてもいいよ。私はヘリア、エルデシュヘリア。前が名字で、その次が名前だ。バカ。彼女たちが理解できな、うん。簡単に言うと、一応期待せずに聞くけど。待って、今、宇宙人って言って。何か問題でも。あなたたちに渡してほしいものがあるって。これは？ああ、アストラルリング。そうだよね。俺。え？ち、火星の崩壊獣。夢追い人、後ろに隠れてて。が呼び寄せたんじゃなくて。え、そうだったの？つまり私は、ふん。人の冗談を本気にしないで。それはさておき、さっきのアストラルリングの。うん、アストラルリングの力はまるでみんなのために作られた。私たちばかりを褒めないで。そうだよ、きっとそいつが怪物たちを呼び寄せたに決まってる。見たの。気をつけて。そういうわけじゃないけど、安心して、きっとそうだと思う。
近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。連携作戦の時間だ。一緒に行こう。カウントダウン。急いでそこまで。頭をこっち。やっ。来た。手ごわい敵じゃなくてよかったよ。それより。あなたが犬を追いかけたとき、嗅覚？おかしい。どんな相手だろう。敵だったらここまで回り、この空間が、ということは知り合いだったらいいね。もしかしたらこの件に。だったらもたもたしないで。エネルギー勾配の方向はこっち。出発するよ。今のは無人機？個人携帯式警戒機カンブリア機534。警戒機能の他に信号中継機としても使える。そうじゃなかったらあなたは通信機を頭より高く上げるなんてバカバカしいポーズをとって信号を強くするしかない。位置について消えろ。連携作戦の時間だ。一緒に行こう。カウントダウン。急いでぼーっとしないで。くらえ。大根発芽。動かない。エンジン点火。私に任せて。そこまで行こう。
また私の番。おーい、こっち。あ、大丈夫。また逃げられたね。うん、何度も面倒事を増やすなんて。次に会った相手から見たら、そのどうして私たちなの？つまりこの謎の物質も量子移動の、今得られたデータによると、それって私たちは何とかしてそれを抜くべき。その例えと同じように、それは危険な行為。でも基地内の無人機が私たちをここ。それはそうだよ。これは一体この映像が何なのかわからないけど、あのキューブが熱くなったと思ったら。おお、外何も準備してなくて残念だよ。要点を、つまりこれも空間以上の。見ればわかる。誤解しないで。別に夢追い人をそんなに信頼し、その通信機の役割を認めただけ。そう言わないでよ。ほら、あの言葉があるでしょ、始めよければ終わりよしってね。はっ、セナ得意だね。またさっきと同じ投影。ドニグル、そんなことに意味はない。こういった町はどこにでもある。連れてるの？私に聞かれても。待って、あっちにまた。どう？今回は。あれ？彼女はダメだ。他のチャンネルなら。
消えた。知り合い？しかもあなたを。うん、彼女は親切っていうな。そんなの今はどうでもいい。あら、そんなに順調にいくわけないよね。チャージ完了。位置について消えろ。こっち。まずい。平気。連携作戦の時間だ。一緒に行こう。カウントダウン。ぼーっとしないで。やっほー。痛い。Ooh.